Woohoo! Woohoo! おほう。どうも皆様こんにちは、グリードです。このゲームを本格的に始めて約ね1ヶ月半経つところなんですけども、まあもちろんね、僕もこの1ヶ月半いかにこう早く上達するかっていうことをね、もちろん考えてプレイしてきたんですけどね。まあそして質問でもまあいっぱい来るわけですよ。こうどうやったら上手くなれますかとか、どうやったら上達しますか、早くね上達しますかってね質問もいただくんですけど、まあ本当正直なところ僕も聞きたい。まあ1ヶ月半プレイしてちょっとね気づいたことがあります。まあいわゆるこういかに早く上達するかっていうところですね。僕が思うこのゲームでいかにね早く上達するかっていう答えはありません。早く上達する方法がありません。皆さんちょっと待ってください。まだブラウザーバックしないでください。ちょっと話の続きがあるので。僕はねもともと COD っていうねゲームを10年以上プレイしてて、ずーっとね本当まあ競技シーンも出て世界大会も行ったりしたんですけど、コールオブデューティーとかまあ APEX 以外のそのバトロワじゃない FPS っていうのはまあすごくこうまあ小規模マップでまあ6対6とか5対5とか少人数でやるわけじゃないですか。で、すごく一試合の戦闘数が多い。まあ、COD で言うと一試合さ、100キルとかする試合もあるわけですよ。ね、ボット打ちとかだともうなんか、1時間で何千体とか、何千体は言い過ぎが1000体ぐらいとか打てちゃうわけなんですよね。だけど、APEX って多くてもまあ、一試合20キルとか、上手い人でも20何キルとかじゃないですか。だから単純にその、戦闘経験数の差がすごい差があるなと思ったんですよね。つまり成長を得られる機会っていうのがめちゃめちゃこのゲーム少ないなと思ったんですよ。まあでももちろんバトラーだから仕方ないんですけど、カジュアルにもランクしてもまあランクの方が多いから、やっぱりこう走ってる時間とか漁ってる時間とか、なかなかこうやっぱ敵と接敵しない時間っていうのがあるわけじゃないですか。だからそのマップの知識とかそういう面じゃなくて、そのテクニカルなそのエイムとか、いわゆるエイムとか細かい戦闘時の立ち回りを磨く機会っていうのが本当やっぱ少ないなと思ったんですよね。だから他の FPS と比べてすごくやっぱ成長スピードが遅いなっていう、その COD とも比べた時のそのギャップっていうのがすごく違和感あったんですよね。その APEX の中でいかに早く上達するかっていう答えは、まあやっぱりカジュアルをもうめちゃくちゃ回すこと。とにかく。やっぱ激戦区にまあ降りて、どんどん戦っていくしかないのかなと思ったんですけど、なんかそういうのってすごくこう、本当に APEX から FPS を始めましたよって人は、やっぱり難しいですよね。いきなりこう激戦区降りて、なんか普通にモサとかもいるところを戦っていくなんて無理じゃないですか。だから本当 APEX からゲームをその FPS を始めたよって人は、まあアリーナで少し、ね、テクニカル面とか、そう、エイム面をちょっと慣れてからカジュアルに行くのがいいのかなと思いました。まあでもそれでもね、結構、なかなかだからこのゲームから FPS 始めるってなると難しいなって僕も思ったんですよね。まあだからアリーナ行って、カジュアルで死にまくる。もうなんかやっぱり、上達戦やっぱ死にまくるしか、正直、死にまくって戦闘数を増やすしか、ないと思ったんで、もう僕も最近カジュアルでとつりまくってるんですけど、まあでもやっぱり普通にランクやるとかよりは戦闘数がね断然多いので、まだこう成長スピードが早い方なのではないかなと思いました。でまあこれがね、僕が1ヶ月半で思った、まあ、このゲームでいかに早く上達するかっていうところですね。そして今日はフラットラインでね、気持ちよくなったカジュアルの試合でございます。チャンネル登録者20万人まであと残りわずかとなってきました。まだしてない方よかったらね、押していただけると非常に、嬉しいです。というわけでよろしくお願いします。おかしいのおるって。だからなんだろう、なんかさっきからやばいのおるよね。ほんと何なんだろうな、さっきから。武器を拾わずに殴ってくるやからは。フラトラ使ってやろうじゃないの。これどこまであんの？おお、いけるじゃん。すごっ。初めて行った。ん？オクタン持ったよな。あれじゃないな。
ペッパーじゃね？おほ！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 プラウラじゃん、プラウラじゃない。ごめんなさい。プラウラじゃないっすね。これ強いっすね、やっぱ。あ、切れちゃったか。もうちょっと早めに投げればよかったな。惜しい！レッツゴー！レッツゴー！おおフラトラ強え。レスパ来た。やーべえ。やっぱ極めるのはこの武器じゃないか、もしかして。やっぱいるな。なんか中間にいるな、これ。あ、ラッキーラッキー、これは。剥がした。やばい、これ。いや、マジか。ん？なんか、多くね？おー、なんか、これ違うな。2パいるな、多分。あれ？あ、それ、その状態で飛んでくるんや。おー、お帰りなさーい。弾はもらうぜ。拾えてねえぜ。おい、なんやねんそれ。ペン、あ、フェンス作ってみる。フェンスを作ってみよう。あり、なんてリロードしちゃったの。えかこれ。あれ消えた。ライフラーピックリスが意外と高い。なるほどね。運営が強いと判断された。あ、なるほど、使用率と一緒ですね。使用率イコール弱体化ってやつですね。なんかショットした気がする。あったぞー。ウルト使ってなかった、そういえば。ウルト使えなーい。あ？ウルト使うタイミングがわからん。フェンス作ってみるー。こっちもフェンス作ってみる。逃がすな逃がすな。イエーイ残念。これ敵のかな、味方のか。どうなってんだこれ。ナイス。今んとこ全く僕のフェンス、どうすか皆さん、僕のフェンスの評価。いいっすか、どうですか、なかなか良くない、どう。あ、なんか、ワトソンのさ、エモ、なんか出ちゃった。なんか、
こう手をポキ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 やら鳴らせてないのか、上手い人。もっと耐えてく？どうすか？どうすか？硬っ！あ、青ってこんな硬いんや。ダウンしてるぞ。でっかい体か見えなかった。おほう。ルト置いてみる。おい、フェンス焚いてみる。あと1分体だ。はやー。武器を持ってない状態で、あ、え？武器を見る？違う。これ？なんか、手が出てこないのに、なんかボキボキっていう音だけが鳴ってる。手が出てこないのに。あれ、こんな早かったっけ？あって。もっとポキポキポキってやんないっけ？いやーでもやっぱりフラットラインだなー。フラットラインやっぱり極めれば最強ということに気がついてしまった。いますあそこ。ウルタネタ使ってないっていうね。味方が主催だのか。これは敵のですね。臭くて進めない。やばい、あの、あ、やばい、あいつ、あいつ、いや、突っ込みすぎだろ、それは。つえー。暴力、マジで。ここでクレーバー当てて、抜くんで。おら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 、イエーイ、割れたんだ今ので。あれいる？行ってみるか。な、なに？どこへ、え、どこ行った？え、おい、ま、うわ、だるだるやることだる。うーわ、自滅、エリア外自滅しに行ったよ。これキル入るか。